はい、皆様にーはー、キスイちゃんでーす。ということで続きをやっていきたいと思います。やっと街から出れますね。ということで塔の方に向かって行きたいんだけど、よいしょ、よいしょ、待って、なかった。新鮮煙岳、よいしょ。あ、待って、そこのなんか出た、待って、青唐辛子、これ取れんな。あ、エンカウントしたわ。かわいいウリボウ、これ何、ウリだったわ。あ、戦闘しても取れるんだ、やった。レベルアップ。元素にポイント注入します。元素還元は大事だからね。あれ、この辺から登ったっけ。ここか、よいしょよいしょ。カリカリトミ、あれ絶対ウニだろ。違った、シケタニューズ、ウニじゃなかった。よいしょよいしょ、もう満タンだわ。ミッションとクエスチョンがしか出なくなっちゃった。あ、かわいい、チビプニ。お前範囲攻撃だったの、マジで。それは初めて知ったぞっと。よいしょ、エアフォルクの塔。あー、持ちきれませんだ。背の高いトークンと、これと、この辺の実を、ちゃんと取って、置かないと、後で困る羽目になる。これは取れない。あそこが入り口か。なんか固く閉まってない。ヒンメルの門に行けるようになった。ガッシュの丸薬を手に入れた。これは間違いない。このマナの力はアイテムだ。ガッシュの丸薬だな。なんでこんなところにマナアイテムが。この塔、錬金術師の何かなのか。まあいいや。けど雑貨屋のお姉さんが言ってたの間違いなさそうだな。山の方に行けばまだいろいろあるかもしれないな。あ、こんな形なんだ。ガッシュの簡略の調合に必要な元素の量を覚えた。さてと、ガッシュの簡略は、材料は塩素と木素か。オイラは塩素は使えないよ。ああ、塩素を使えるものを見つけないとな。あ、ここの門は意味ないんだ。よいしょ。シケタニューズ。シケタニューズ。よいしょ。カリカリのみ。背の高いのはないかい？ないね。じゃあ、次の場所へ行こうか。モンスターが。だな。よいしょ、ちびくにちゃん。負けられないんだよ。負けられないんです。これなんか書いてある。これより来た。ヒンメルの門。オッケー。
ライカーズマッチとかに入るのにさ、君は、あの時の負けず嫌い君か。クレインだ。そっか、そういえば名前聞いてなかったね。私はリータ、よろしくね。ところで、どうしてこんなところに来たの？ああ、実は。でもこれ以上先には行けないよ。この門があるからね。ずっと昔からこの門を開けた人はいないんだって。これはちょっと離れてて。イリスの系譜、暁と黄昏の二つの鏡を持って、その鍵とナスカ、なんだろう。ねえ、今のやつどうやったの？錬金術だよ。俺は錬金術師だから。錬金術師？君が？本当に？へえ、頼りなく見えるけど、実はすごかったんだ。仕事しない？ガルガゼットのお仕事。あ、ガルガゼットってのは魔物退治とかデヘルン狩りをする人たちのことね。錬金術師のガルガゼットなんて珍しいし、きっとうまくいくよ。いきなりそんなこと言われても。あれ？怖いの？な、そんなこと言ってないだろ。じゃあ決まり。改めてよろしくね、クレイン。リータが仲間になった。ギターじゃないよ、リータ。一緒にカボックに戻ろうよ。私が使ってる家があるから。痛い、テープつけた。なんだこれ。あ、これ医師の結果みたいなもんだね。この中なら安全に休んだりできるんだよ。なるほど。石板の上に乗って回るテントを開くことができます。テントの中ではセーブしたり休息をすることができます。うまく使いましょう。早く拠点を作らないとね。酒場のおじさんのところに行こう。OK。なんかもっとこうないんですか？ルーラとか。デジョンとか、テレポートとか、ちょっとね、主人公のおかし、あの、コードがちょいちょいおかしいのは、私が 3D スティックでいじってるからです。気合入れていくよ。前衛が来た。そんな、ウリ君、かわいい顔して痛いよ。お、宝箱出た。何が出るかな？野生の肉。お肉。焼こう。焼いて食べよう。何か知らないかしら。自分が死んだ時のことと
なんか声のバランスと音楽が合ってないな。ちょっといじるか。プルプルあり、なし、音声あり。これで大丈夫かな？ちょっと音声がね、うまく拾えたらいいんだけど。新鮮しいたけ、新鮮しいたけ、何にもない。間違えた。場所悪い。よいしょ、よいしょ。お、なんかある。引き合ったわ。やっちゃうぞ。よかった。ちびぷにぐらいは、あれしてくれんと困る。黒い煙だけ。あと何もないな。よし、町に戻ろう。ガルガゼットのお仕事は酒場でもらうことが多いんだよ。いらっしゃい。おお、リータか。どんな取り合わせだな。その様子だと無事だったようだな。なんだ、知ってたんだ。それなら話は早いね。今日からクレインもガルガゼットになるから、上の家を使うよ。ああ、いいよ。火にだけは気をつけてくれ。これから行く家はね、酒場のおじさんがガルガゼットのために提供してるんだよ。仕事の報酬なんかもほとんど町の人の寄付なんだよ。おい、どうやって行くんだ？そっちをぐるっと回って。ジャンプすれば行けるな。プレイはジャンプアクションで少し高いところに登ったりできます。うん、散々やった後だわ。はーい、到着。ここが今日からクレインの家だよ。この部屋だよ。他に何か必要なものってある？欲しいものというか、錬金術で調合がしたいんだけど。外でもできるんだけどさ、ちゃんとした調合は部屋の中じゃなきゃ大変なんだ。じゃあおじさんに聞いてみた方がいいかも。錬金術ね。別に構わないが、その代わりに一つ頼まれてくれ。ビオラの魔法屋でティンクルベリーを受け取ってきてくれないか。花木じゃ手に入らなくてな。取り寄せてもらったんだ。金はもう払ってある。それじゃ、ちゃちゃっと行ってくるね。じゃあちゃちゃっと行きますか。もうバクアマランドしか持てないんだよね。フローレスマーブルの話って知ってる？ああ、私はルローネ。世界中の遺跡を冒険して回っているのよ。へえ、冒険者なんだ。ううん、錬金術師だよ。なんでまた？いろいろあってな。それよりもフローレスマーブルのこと何か知らない？
大理石でできてる伝説の遺跡があるって話を聞いてここに来たんだけど。それくらいの噂なら聞いたことあるけど、それ以上は知らないな。他の人に聞いても多分そんなにか、はあ、やっぱり自分で調べるしかないか。ありがとね。よいしょ、用があるな。こっち何か用？え、あ、酒場の親父に頼まれてきたんだけど。ノーマンおじさんから？何なの？あ、ティティンクルベリーってのが欲しい。あんた持ってるんでしょ？持ってるよ。はい、これ。あ、ありがとう。それじゃ。インクルベリーを3つ手に入れた。かわいそうな店だね。やる気あるのかな。うるさいわね。用が済んだなら帰って。言われなくても出るよ、こんな店。わとった。ちょっと言い過ぎなんじゃないか。そんなことないよ、私ああいうの大嫌いなの。さあ行こう、おじさんが待ってるよ。いや、また BGM でかいな。ここまで落とすか。これでセリフの様子を見よう。おお、ビオラからもらってきてくれたんだな。それじゃ試しに作ってみるか。プレインが行うマーチョーゴーとは別に、お店の中には調合ができるところも存在します。お店で行うのはショップ調合で、材料を持っていくことで調合をしてくれます。でもお店の人は錬金術師ではないのでマナを使うことはできませんよ。アイテムの一覧から調合できるアイテムを選択してください。使う素材を変えると全く別の新しいアイテムができるかも。調合、この材料だと新しい強化がつきそうだな。生臭い、死ぬほど酸っぱい、甘い。わあ。有名になれる香り、読めなかった。どうやら新しい評価がついたようだ。良いか悪いかは別としてな。ほら、一丁上がりだ。ムニエル、なかなかいい出来だ。メニューに入れておこう。ムニエルがカボックの酒場のメニューに追加されました。これからも料理してほしいものがあったら持ってきてくれな。チョップ調合の詳しい説明見ますか。はい。ポポの楽しい錬金術講座にようこそ。それでは今日のテーマはこれ。お店の中には材料を持っていくとアイテムを作ってくれるところがあるんだ。みんなその道のプロだから失敗しないところがすごいよな。錬金術師じゃなくても調合ってできるんだな。調合といってもクレーンのような錬金術師とは物が違うよ。コックが料理を作るようなもんさ。だからクレーンみたいにマナが使えないんだ。材料だって簡単に手に入らないものも多かったりするんだよ。あんまりいいことなさそうだな。ところが
中には錬金術のアイテムの効果をはるかに上回るものもあったりするんだよ。だからバカにできないのさ。プロの作った最高品はすごいってことだよ、クレイン。なるほどな。錬金術のアイテムとショップのアイテムをうまく使い分けていくのがコツさ。あと材料を変えると出来上がるものも変わったりするんだよ。果物を使ったケーキならフルーツケーキだし、チョコを使えばチョコケーキってわけさ。あまりやりすぎると大変なことになりそうだけどな。作ったアイテムが気に入ったら前のアイテムと差し替えてもらうこともできる。お店に並んでるアイテムがそのままお店の評価になるから気をつけてね。変な評価ばっかり並べてたらお客さんも怒り出すから注意した方がいいよ。今回の講座どうだった？お店の調合を使いこなすことが今回の肝だよ。あとこれはオイラからのスペシャルヒントさ。よく聞いておくれよ。調合店の店主とは仲良くすることだよ。じゃんじゃん調合してお話しするのさ。そうすればいろいろラッキーなことがあるかもよ。そういうわけだからクレイン、魔法屋のお姉さんとうまいことやるんだよ。今仲悪いからね。な、お前どうしてそういうことばかり。報酬を選んどな。それじゃこれを持ってってくれ。小麦粉を5個手に入れた。甘辛粉を5個手に入れた。岩砂糖を5個入れた。エール酒を5個手に入れた。カリカリの実を5個手に入れた。シャリオミルクを5個手に入れた。料理油を5個手に入れた。材料さえ持ってくればいつでも作ってやるからな。よかったね。これで部屋を自由に使えるね。拠点が使えるようになりました。拠点ではセーブをしたりポコに話しかけることで体力の回復をすることができます。また錬金館の周りでボタンを押すことでマナ調合を行うことができます。それじゃあ今日はもう遅いし一休みしよっか。一つ屋根の下。なるほど、ご苦労であった。下がってよいぞ。追い切るタイミングくれや。扉の秘密を解き明かしたか。アバンベリーへの鍵を持つ者か、あるいはこの私が直々に見極めてくれるわ。ぐあベグル様、大丈夫ですか？うろたえるな。私としたことがつい興奮してしまったわ。いいな、奴をここに呼び寄せるのだ。丁重にな。はい、ということで長くなりましたが、今回はここまでにしたいと思います。続きのね、気になる方はまた奇数の日にお会いしましょう。それでは、サイチェーン。